武田信豊。武田信豊は、戦国時代の武将。甲斐、武田氏の親族衆で初流の吉田氏を継いだ、武田信主家の次男。信豊は、武田信玄の老いで、武田勝頼の重邸に当たる。父、信主家が第四次川中島の戦いで戦死し、持月家に養子に入っていた兄、吉勝、持月信よりも父の死の直後に創生したため、信豊が後を継ぐ。 公葉軍艦によれば、陽明は、長老、忌み川当初は、信元で後に、信と世に改名したとされるが確認されない。性質は、西上野の,の国二州、小畑県への娘。天文十八年、1549年、武田氏の当主、武田信玄の実弟である信重の次男として生まれる。母は不詳であるが、法名が、幼州院比布寺にで、天正十年、 1582年3月16日に、信豊と共に、品の小室城を自害している。信豊の少年は、東大期に記される、享年34より逆三。形図類によれば、信繁には3人の男子があるが、長兄の信頼は、高野山陰道院過去長によれば、天文16年、1547年出生で、品の国策軍の国衆、餅月氏を継承し、 も月三郎サブロを称した。このため、信豊は、早くから信繁の着難として扱われており、聖母が信繁の性質であったとも考えられている。武田源実等系図によれば、信頼は a 禄7年、1564年に、病死しており、も月氏は、弟の新鋭、実名を、吉勝とする資料もあるが未生が継承し、新鋭は、天正3年、 1575年の長篠の戦いで戦死している。新英の戦死後は、信豊の娘婿が、も月氏を継承する。永六万年、1558年には信豊にあたる、長老に対して、武田信重家のを授けている。これは99箇条の家訓で、軍書類獣巻403に収録されている。軍書類獣では、信玄家法化と呼称されているが、これは、 甲府の長禅寺二世位、辰山子、春国三神による序分の一の誤りから生じた、故障とされ、現在では古写本の掘った本に基づき、武田信主家君と称されている。永禄四年、1561年9月、第四次川中島の戦いにおいて、父の信主家が戦死し、信豊跡を継いで、親族衆に列する。 紅葉軍艦によれば信豊は二百機を指揮したという。紅葉軍艦によれば信豊は武田家臣団において、親族衆の穴山信君と共に、勝頼を補佐する立場にあったという。A60 年1567年8月、武田家では、信玄の着難である吉信が拝着される、吉信事件が起こる。これに際して、家臣団の動揺を統制するため行われた。 行島・足島神社への寄生文があり、下野号寄生文、六郎次郎の仮名が見られ、これが信豊の初見文書となっている。この時点で信豊は、信の諏訪衆を同心としている。なお、親族衆では、信豊当時にあたる信門のみが、寄生文を提出している。A62 年、1569年12月10日付、特集祭ずつ、武田信玄書上。 エリンジ文書によれば、同年の武田氏の駿河信仰に際して、武田家の聖主となった、諏訪勝頼、武田勝頼と共に、相模国の後北条氏神原城を攻略しており、この時は、様之助を称している。新居家所蔵文書によれば、元気三年、1572年の成城作戦では、品の高藤城財番を務めている。 一説に、貴下の軍曹は黒揃えであったと伝わる。天正元年、1573年の三河国流しの作主信仰にも参加している。同年4月12日には信玄が死去。武田家における、信豊の立場として、信豊が、東信の支配の拠点となっていた東信濃の小諸城、長野県小諸市主であるとする説が、支配的であったが、 1987年には、黒田元紀により、信豊の小室領支配をす文書は見られないことが指摘されている。信長後期、後乱期、軍艦ではいずれも小室城氏は死も、曽根氏としており、武田氏滅亡に際して信豊が小室城に逃れたことを記している。勝頼紀には、天正三年、1575年、三河黒瀬、 現在の愛知県新首領市作主黒瀬にて、作主の国人である奥平貞吉、貞田正富の動向を監視している。同年5月21日には、長篠の戦いでは、尾畑信貞、武田信虎らと中央隊に配置されており、愛備えは不明であるが、甲斐の国の向川州の青柳氏、後部氏らが、より子、同心州として付属している。信長後期によれば信は、4に、 織田、徳川勢に対して攻撃を仕掛け、武田勢の撤退に伴い小山田の武家らと勝頼を固めるように布陣し、未国、午後2時頃に勝頼らと共に戦場を離脱している。紅葉軍艦によれば、長篠の敗戦時には、品濃北部の海津城に在番していた、不代画廊のかすがとらつな、高坂正信は、品野駒場において勝頼を迎え、 同年6月半ばには勝頼に五箇条の意見書を提出したとスイツを記している。五箇条の意見書は後北条氏との同盟強化や、長篠合戦で戦死した内藤正秀、山形正影、馬場信春らの子息を奥近寿州に取り立てることなどを検索し、同時に敗戦の責任を取らせるために信豊と親族州の穴山信君を切腹させることを提言したという。 信君は、流しの合戦において右翼に配置されているが、初記録には、穴山隊の噴戦が記されておらず、紅葉軍艦末書では信君が、積極的な攻勢に出なかったと記しており、紅葉軍艦における、新君の責任はこのことを指すと考えられている。ただし、虎綱の検索に関しては、検討を要する点も指摘される。天正年、1576年6月には、 秋国の毛利照本のとへ、被護されていた、将軍、足利義明が、信長打倒のため武田、北条、上杉三社の和睦として、皇将、古史美和を求めると、信豊は、武田側の取り次ぎを務めている。天正六年、1578年三月十三日、越後で、上杉謙信の死後に、上杉影虎、上杉影勝の間で家督をめぐる乙手の乱が起こる。 勝頼は交渉同盟に基づき影虎支援を目的に出兵し、信ブは先陣を務めた。勝頼は継承側から和睦を提示されるとこれに応じ、信ブは影虎、継承官の和睦を調停した。この際に陰門、信ブの主因を用いている。信ブは先人の総大将として、新越国境の海図城、長野県長野市松城町の城代、 カスガトラズナと共に継承との和睦交渉に携わる。同年8月20日には、勝頼の仲介による、影虎、継承官の和睦が成立するが、その間に、徳川家康が駿河へ進行すると、勝頼は8月28日に撤兵する。勝頼の撤兵中に、影虎、継承官の乱は再発し、翌天正7年3月24日に、影虎が滅亡し、これにより、 交渉同盟が破綻し、北条し、徳川士官で同盟が結ばれた。信豊は、同年9月には勝頼に従い、駿河へ出陣しており、三枚橋城、静岡県沼津市の築城に携わっていたと、考えられている。北条との全面戦争に突入したことで勝頼は、継承との同盟を強化し、同年9月には、武田、上杉間に婚姻同盟が結ばれ、公越同盟が締結される。 信ぶは、この際にも取り次ぎ役を務めている。公越同盟により噛杉す領であった東上野が、武田方に割上されると、信豊は、上野国衆の服属に携わっている。信豊は、上野尾畑氏の娘を室に迎えているが、後乱期、武田源実等系図では、信豊室、尾畑信真、和佐助の娘としている。しかし信真は、信豊との年齢差が近く、 尾端次二郎慶図帳によれば、信豊室を信真の妹としていると記される。ことから、信真の父であるの重、尾げ、終種の娘が、信豊室であると考えられている。また、天正七年に勝よりは、大宝城氏のため日立国の佐竹氏とも同盟を結び、交差同盟、信豊は佐竹氏との同盟にも携わっている。 天正八年1580年3月11日付、陰月最宛書状、連華定員文書によれば、同年には、相模氏を称している。軍艦によれば、天正九年1581年2月よりは、穴山信君と約束していた、信君の男、かつ千代と次女の婚約を破棄し、信豊の子と婚約させたという。同年10月には、 武田方の東東海国公天神城、静岡県掛川市に対して、徳川家康が後移毛を敷き、駿河において、北条氏政に、釘付けとなっていた勝頼は公天神城を救援することが難しい状況であった。この頃勝頼は、武田家に、織田氏の人質として滞在していた、織田信夫佐、玄三郎を、織田信長のもへ変換し、信長との和睦を試みていた。 高校はよ、勝頼が皇天神城救援を行わなかった事情の一つとして信長との和睦交渉への影響を懸念していた点が指摘されるが、公用文化によれば勝頼は皇天神城を救援する意思はあったものの、勝頼は家康の同盟者である信長との和睦を試みていたため、信長を刺激することを恐れた、信豊や後部勝助らの反対意見により、 縁の派遣を止まっていたという。天正十年、1582年1月28日、品の基礎軍の国衆、基礎義政が信長へ内通して、武田氏に反旗を翻したため、武田勝頼は信と洋商とする討伐軍を基礎谷へ派遣する。信とは、織田信忠の援軍を得た、基礎勢によって、鳥居峠にて敗北し、諏訪上原城で、 勝頼勢と合流し、新府城、山梨県にいら市へ帰還する。信長後期、高乱期によれば、この敗北を契機とした公衆政抜において、3月2日に、信豊は、家臣20期ほどと共に、軍内領へ逃れる勝頼と別れ、品の小室城へ逃れて、再起を図った。東大期によれば信豊は、関東へ逃れる意図もあったという。しかし、 上代の下曽根清式に背かれ、二の丸に火をかけられ、着男の次郎や聖母、養衆院、家臣と共に自害した。去年三十四、信豊自害の日付は、信長後期では三月十六日とし、エリンジ雑報に休み期では三月十二日としている。織田、徳川勢の信仰により、勝頼とその着男の信勝も自害し、信豊の首は、勝頼。 信勝、西名森信の子宮とともに、信濃国飯田の信長のもとへ届けられ、長谷川宗人によって京都に輸送され、獄門にかけられた後に南下。元教により、京都州京区花園の妙心寺に葬られた。長野県八村にある頭原権太平神社の御神体は、頭蓋骨で、信豊のものという説もある。高乱期では,信は、信豊はいとこの勝寄と。 同世代で親しく、勝頼よ期の政権を補佐する立場にいた人物としている。また、軍艦、武田三大軍記では、武田の副将との立場を記している。父、信繁と通称が、同じ天級のため、父は、五天級、信豊は単に天級、または、五天級と呼ばれている。信豊の関係文書は、黒田元紀による1987年時点の、 修正で、信豊とよ発給文書が19点、A60 年8月7日から天章8年8月19日、年未章3点、信豊とよ受給文書が10点、A60 年8月7日から天章4年8月3日、及び関係文書12点が知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。